安心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。慶寿総合病院の産業療法科課長の川上直子さんと医療福祉相談科課長の中川和美さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。川上さんは初めてのご出演ですね。はじめまして。はじめまして。で、中川さんはもう顔なじみですよね。はい、よろしくお願いします。ご出演をありがとうございます。ありがとうございます。では、その川上さんが初めてというのもありまして、で、中川さんも、まあ、お久しぶりなので、そうですね。はい、はい、ではまず自己紹介からお願いしたいと思います。はい、作業療法士の川上直子です。作業療法というのは、まあ、リハビリテーションの一つなんですけれども、私は入院患者さんや外来患者さんの体とか、あと、まあ、精神的な面とかの機能の回復や、あと生活能力を改善するためのお手伝いをさせていただいております。はい、わかりました。じゃあ中川さんも。はい、私は、医療福祉相談科の中川といいます。よろしくお願いします。私たちは、まあ、この名の通り医療や福祉さまざまな相談に応じているんですけれども、まあ、私たちも入院中通院中に限らず、今後の療養の生活の心配ですとか医療費の心配ですとかさまざまな相談に乗りながら一緒に考えて、サポートさせていただくようなお仕事をさせていただいております。お二人とも女性ですけれども課長さんということで。あ、はい、はい、じゃあ職歴といいますか何年ぐらい働いてらっしゃるとか聞いてもよかったら。私は作業療法士になって、今年が確か21年目、22年目だったかな、はい、になります。中川さんは。私は医療福祉相談になって15年になります。ではイベントがあるのでそのことを聞きたいんですけれども、明日ですね、10月20日、慶寿総合病院のがん患者サロンすみれで行われるイベントについて教えてもらってもいいですか。はい、明日の、11時からのイベントなんですけども、今回は、リンパ浮腫の予防改善のための生活と運動というテーマになっています。リンパ浮腫、はい、リンパ浮腫聞き慣れないと思うんですけども、リンパ浮腫っていうのはリンパ液っていうのが体に流れているんですけれども、それが何らかの、原因でその流れるのを障害されてしまうんですね。でそうなると、手とか足とかが、むくむというか腫れるっていう状態になるんです。でそのリンパ液がの流れが悪くなる、原因っていうのは、例えばがんの手術でリンパを取っちゃったっていう方であるとか、そのリンパの近くを放射線治療をしたとか、あとは腫瘍そのもので圧迫されたりっていうようなさまざまな原因で障害が起きることがあるんです。ほら、普通の生活してても、特に女性ってむくみやすかったりもするじゃないですか、でもそれとはまた違って、病気だからもっと見た目も違いますか。そうですね、いわゆる私たちが普通の生活で起きるようなむくみとは違って、こう、一旦むくみが始まってほったらかしにしておくとどんどん悪化したり、あと皮膚がすごく硬くなってしまったりとか、そういったことが起きてきます。はい、そうやってその病気になってしまうっていうことですね。その本当にただのむくみが、そのリンパ浮腫っていう病気になるってことですか。ただのむくみがなるというか、なる基準自体が違いますので、そうですね、なんて言えばいいか、そういうリンパの流れが悪くなるような、その手術とかそういうような原因のある方っていうのは、特にこうまだむくみがないような状態の時から注意して、むくまないように、あとむくんでもすぐに解消するようにというのをしないと、本当にそのむくみ自体が慢性化してしまうというか、
かなか取れなくなってしまって、うん、例えばこう足のむくみがひどくなってくると本当に歩きにくいとか、あと手足の関節が曲げにくいとか、そういったような状態になってしまうですね。ということはその、まあ、がんとか病気によってなるのがリンパ浮腫、それだけでもない。そうですね、まあ、がんだけでもなくて、まあ、他にもさまざまな病気の原因があるとは思うんですけれども、はい、じゃあ普通の健康体だったらまずそんなにならない、ほらむくみはあるじゃないですか、うん、でもそこからはつながらない感じですか。普通の健康な方のむくみはいわゆるこう立ちっぱなしとか座りっぱなしで、足の方に流れた血がこう心臓に戻りにくくなって、長い時間 でそれでむくんでしまうっていうようなもので、まあ、夜寝たりとかすると自然に解消されると思うんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、でもねちょっとむくんだだけでも普通の健康体でもやっぱりひどいわけですから、それはもっともっとひどくなってるわけですから、はい、そうならないようにやっぱしたいですよね。そうですね、はい、そうしましたら、まあ、まずではがん患者サロンスミレ、ここで行われるので、はい、そのことについても教えてもらってもいいですか。じゃあ中川課長。はい、まず、まあ、がん患者サロンというところから少しご紹介させていただくんですけれども、まあ、サロン自体は患者さん同士であったり、まあ、そのご家族ももちろん結構なんですけれども、まあ、その方たちがその、まあ、がんと向き合っている中でのちょっと不安ですとか心の悩みを語り合ったりですとか、まあ、自分のちょっと体験談をお話ししたりですとか、まあ枠はなくて、どういうことじゃないとダメってことじゃなくて、本当に日頃感じていることをこうお互いに語り合う、まあ、患者さん同士が語り合う交流の場ということで設けられているものです。はい、その場所で、そうですね、イベント結構開かれてますもんね。そうなんです。で、まあ、明日の、まあ、イベントもそうなんですけれども、まあ、イベントはこのような形で、まあ、2ヶ月に1回開催させていただいてて、まあ、明日が、まあ、第12回目を迎えるんですけれども、まあ、通常は平日うちのサロンはスミレという名前がついてるんですけれども、スマイルと書いてスミレと呼ぶんですけれども、これ自体は平日、月曜日から金曜日のお昼から2時から4時で毎日開設はしておりますので、本当に気軽に病院に来られた際にちょっと覗いていただいたりしていただけたらいいかなというふうにも思ってます。はい、ではそのスミレにもね足を運んでいただけるようにぜひ明日のイベント、はい、気になった方は来ていただきたいですね。はい、そうですね。では具体的にどんなことをするのか教えてもらってもいいですか。はい、先ほどもまあ言ったような、まあ、リンパ浮腫なんですけれども、まあ日常生活のまあいろいろ気をつける点とか工夫次第で本当にならないように抑えれるというか、まあ、だいぶ違ってくるんですね。そういったまあ普段どういうことに注意していればいいかということとか、あとまあ生活だけではなくてやはり運動も必要になってきますし、そういう運動をまあどの程度どんなようなことをすればいいかということや、あとはまあ自分で少し軽くそのリンパ液の流れを良くするような方法ですね。そういったものをお話ししたいと思っております。はい、まずお話があるわけですね。はい、それは川上課長の方から。あ、そうですね、私とあともう一人、理学療法士の中田というものから、まあ、中田の方は主に運動の方を、まあ、皆さんにレクチャーするというような形になると思います。そして中川課長も何かされますか。あ、そうですね、私たちは一緒に患者さんとちょっと横に付き添わせていただきながら一緒に、まあ、講義も受けながら、でこれが一応毎回の恒例のイベントになっているんですけれども、一応今回はリンパ浮腫というところの、ね、講義が終わって運動が終わった後でハンドマッサージをしております。これはボランティアの方にお越しいただいて毎回一緒にさせていただいているんですけれども、本当に終わった後気持ちも
ほぐれてほっこりとした気分になるんですけれども、教えていただきながら職員が1対1で、患者さんへ、マッサージをさせていただいて、でマッサージもさせていただきながらお話もしながらというところで気持ちもほぐれますので、手が気持ちよくなるだけじゃなくて気持ちもちょっとほぐれるような感じなので、ぜひこれも体験しにお越しいただけたらいいかなと思っております。申し込みとか参加費とかはいりますか？ないです。なので皆さんに気軽にお越しいただきたいと思ってまして、で、参加費も申し込みも特別ありません。でもしよければ少しなんですけれども、お茶菓子とかもう少しご用意してますので、皆さんでワイワイと気軽に楽しんでいただける場になったらなと思っております。はい、では改めて時間とか場所とかお願いしてもいいですか？はい、明日なんですけども10月20日の、木曜日の11時から、1時間ぐらいなんですけれども、リンパ浮腫の予防改善のための生活と運動ということで、サロンのイベントが開催されます。場所なんですけれども、当院のがん患者サロンは、慶治総合病院の本館の2階の化学療法室のラウンジで行っておりますので、皆さんにお越しいただきたいと思ってます。はい、どうもありがとうございました。来週は川上さんに11月にありますリハビリの市民公開講座についてお話を伺っていきたいと思います。今日は作業療法科課長の川上直子さん、医療福祉相談科課長の中川和美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、安心マイライフのコーナーでした。